ってきたんじゃない？今窓のところに人がいたんだよ。え？そんなはずはないな。俺んちあそこだろ。引っ越してきたんならすぐわかるぜ。それにホームレス対策で不動産屋がしょっちゅう見回ってんのよ。言われてみれば確かに。おかしいな。ひょっとして幽霊でも見たのかな僕。おい、変なこと言うなよ。幽霊は怖いぜ。俺んちの前だしよ。人の家を覗いてんじゃねえぜ、ガキや。なんか言えこら。こいつ、おい、いきなり何してんだてめえ。そいつはこっちのセリフだぜ。人ん家の前でよ。いやだ、妙な詮索はするんじゃねえぜ、二度とな。んなことは聞いてねっすよ。てめえに話せと言ってるだけだ。早く話さねえと怒るぜ。おいおい、てめえはねえだろ。人ん家の前で、それも初対面の人間に対して、てめえはよ、口の聞き方知ってんのか。てめえの口を聞けなくする方法なら知ってんすけどね。ほう。何？兄貴！なぜ矢で射抜いたか聞きたいのか。そっちのやつが東方丈介だからだ。ほへえ、こいつが。アンジェロを倒したやつだということは、俺たちにとってもかなり邪魔なスタンド使いだ。スタンド使いだと？てめえらスタンド使いなのか！奥安よ、東方丈介を消せ。カイジ、ひょっとしたらそいつもスタンド使いになって利用できると思ったが、どうやらダメだな。死ぬな、そいつ。グレートに危なかったな、コイチ。気がついてくれて嬉しいぜ。指は何本に見える？5本。確か僕、門の間に首を挟まれて、その後、ここはどこ？あん時のヤバい状態はまだ終わっちゃいないんだぜ、コイチ。あの階段を降りて、この家から外に出たいんだけどよ。無事生かしてくれるかな？奥安の兄貴はよ。えか、こいつは危ない！戦車がいるよ！確かに戦車まで嫌がる。こいち、気をつけ。何？今なんて言った、こいち。お前、見えるのか？この兵隊どもや戦車やヘリがはっきりと。なんだかわからないけど見えるよ。まさかあの矢にいられてスタンド使いに。おお、なったのか、そのチビ。スタンド能力を出せるようになっていたのか。そう、あのな、スタンドの出し方は簡単だぜ、こいち。自分の身を守ろうとするか、あいつを懲らしめてやるって気持ちになりゃいいんだよ。そうすりゃあとは本能だぜ。お前の精神力独特のスタンドが出るはずだ。そんなこと急に言われたってわけがわかんないよ。わからんだと？それじゃあわかるようにきっかけを与えてやるよ。グリーンブレーやれ。これは。おい、コーチ、動かしてみろよ。何を？そのスタンドだよ。スタンド？これが僕が出したの？か
この後どうなんだよ。この卵のようなものはどんな能力なんだ。能力って期待してもらって悪いんだけど、これ以上何もできないよ。これで終わりだよ。何、これで終わり。このスタンド、もういい。知りたいことはこれで十分。全体戦闘態勢。コイチ、スタンドを引っ込めろ。あれを攻撃されるとお前も死ぬぜ。引っ込める、引っ込めるってどうやるの。攻撃開始。長介くん、どうかしたの。お姉ちゃん、何さっきよ、俺に紅茶出してくれた時わざと手にこぼさせたんだけどよ大げさに熱がったらすいませんすいませんって謝るのよ可愛くて色っぽかったな。女子校の3年生だって食べ頃じゃん。さ、最高。いっ、あおろ、よくも許さない、許さないぞ。なんだおい、この妙竹林の卵のようなもんはよ。母さんたち、ちょっと部屋を出ていて。紅茶一体。いいから今は何も聞かないで。おい、そいつを俺に近づけんなよ。おめえの母親と姉ちゃん、部屋から出たところで俺の人質になってることに変わりはねえんだからな。母さんとお姉ちゃんに手を出すことは決してさせないぞ。やれよ小一、やれるもんならやって。母さんたちの情を発せ。もし俺がボコボコに痛めつけられてるところをおめえの母さんが見たらよ、ますます罪の意識が大きくなるんだぜ。外せって言ってるんだ。この小林珠美をなめんなよ、しょんべんくせえ。誰が、誰が外すもんかよ。なんだ、痛くねえぞ。おっと、なんだこりゃ、派手な音だけで全然弱いぞ。なんだおめえのスタンド、スピードもパワーも全然ねえじゃねえかよ。僕がこんなに嫌がっているのが分かんないのかい。僕のことを諦めたと泣いて謝るまでその音は取ってやんないぞ。何よこれ、こんなこと私聞こえないわね。エコーズ、エコーズの様子が、絶望のあまりスタンド能力が死んでしまったのか。エコーズが死んでしまった。そんな僕のエコーズが全然動かなくなった。スタンドは精神力で動くもの。追い詰められすぎて僕の緊張の限界を超えて死んでしまったんだ。ああ、僕のエコーズが。何、あなたのそれは一体スタンドっていうの。そのスタンドは一体この下駄箱邪魔よ。殺される。ドアを入ってきて捕まったらいずれ殺される。コイチくん、開けなさい。そのドアから中に入ってこないでくれ。そのドアがこの女を遠くまで吹っ飛ばしてくれたらな。いない、抜け殻。どこへやったの。それの中身をどこへやったと聞いてるのよ。
これは なんだこれ。僕のエコーズ死んでいない。前の形から新しく抜け出たのか。何よこれ。デザインがちょいと変わっただけで前より縮んでるじゃない。形が変化すりゃいいってもんじゃないわよ。早い。なんか知らないけど風のようなもので吹っ飛んだ。ドアにエコーズの文字が。彼女がこの文字がついたドアに触ったから実感となったんだ。ドギャーという感覚があの女を吹っ飛ばしたんだ。さっき僕はこのドアがあの女を吹っ飛ばしてくれたらと願った。知らず知らずのうちに僕が操作していたんだ。新しいエコーズ、エコーズアクト2。しまった、エコーズの尻尾文字も一緒に。尻尾文字が破壊された。ダメージが。今の爆発は人間じゃねえ。こっちを見ろ。まただ、また追ってくる。でも尻尾文字がもう使えない。どうする、どうやって戦う。アクト2。どうした、エコーズアクト2。アクト2、どこだ。アクト2なんで来ない。アクト2がバカにやられた。真っ二つに割れている。いや待てよ、爆破でやられたのなら本体である僕も死んでいるはずだぞ。思い出した、前にもエコーズが死んだようになったことがあったぞ。それは、まさか。エコーズアクト3さんでしょうか。もしかしてあなたは。命令してください。ひょっとして成長したんですか。僕すごいぞ、僕のアクト3。命令してくださいって、全然能力とかわかんないけど、とりあえず僕らの身を守れアクト3。守ってください、お願いします。できるんですよね。わかりました。アクト1や2とは全然比較にならないスピードを持ってるぞ。必殺エコーズ3フリーズ。ダメです。ダメです。敵はマジにヘビーなパワー持ってますね。SHIT 押し負けてしまいました。押し負け？ふざけてんじゃないよ。僕らの身を守れって言ってるんだ。守ることなら終わりました。ご命令通りです。こっちを見ろ。終わったって？どこがだよ。全然役に立たないぞこいつ。全然成長してない。こっちを見。なんだ。道路にめり込んで動きが鈍くなったぞ。アクト3、何をしたんだい、この能力。スリーフリーズ、スリーとフリーがかけてありますね。アクト3、これ何の能力なの。どうして動きが鈍くなってんの。答えてよ。だからどうだこうだ言うわけではないんですがね。